それは大変ですね。はい、なるほど。そういうことなら任せてください。困った時はお互い様じゃないですか。はるかさんにお大事にとお伝えください。どうしたの？電話の相手ってかなたさん？はい、はるかさんが風邪をひいてしまったので本日は学校を休むそうです。そうなんだ。早く良くなるといいね。はるかさんのために特製のお粥を作るんだと張り切っていましたよ。ライフデザイン学科の特待生なんだもん。ただのお粥もかなたさんにかかればきっとほっぺたが落ちそうなくらい美味しくなっちゃうんだろうな。想像しただけでお腹が空いてしまいますね。本当だね。あれ？どうかしましたか？今日ってライフデザイン学科のスイーツ発表会じゃなかった？一般のお客さんを招いて行われる本格的なのだから頑張らなきゃって言ってたような気がするんだけど。はい、その通りです。今日のために部活の合間を縫ってレシピを考えていたみたいですし。そっか、残念だね。ところで任せてくださいって言ってたけど何か頼まれたの？ええ、かなたさんの代わりに私が発表会に参加することにしたんです。せっかくレシピや材料を用意したのに使わないのはもったいないですから。え、せつなちゃんが？はい。いや、学科が違うのにそんなことできるの？申請をすれば可能なんですよ。そうなんだ。参加する以上ベストを尽くします。それって私も参加できるかな？せつなちゃんの見張りじゃなくてお手伝いをしたいんだけど。本当ですか？心強いです。うん、せつなちゃんが出るなら放っておけないかなって。ありがとうございます。立派にかなたさんの代わりを務め上げましょう。えいえいおーです。おほら、早く早く。そんなに急がなくても大丈夫だよ。そんなこと言って数に限りがあるんだから、早く行かなきゃ美味しそうなのなくなっちゃうでしょ。ずいぶんと乗り気なんだね、かなんちゃん。どうせ参加するなら楽しんだ方がいいの。そうだけど、ルビーの用事に付き合ってもらっちゃってごめんなさい。やだな、来たいから来ただけ。ルビーちゃんが気にすることじゃないよ。だったらよかった。ありがとう。お礼なんて水臭い。おいしいスイーツを食べられるんだもん。むしろ私の方が連れてきてもらって感謝しなきゃだよ。それにしてもダイヤは気の毒というか、なんというか、あんなに来たがってたのにね。うん、まさか今朝になってどうしても外せない用事ができちゃうなんて。ふっふっ、かわいそうだけどダイヤの分と思ってたっくさん食べるぞ。わあ、あんまり食べたら太っちゃうよ。ん？太る前に運動すれば大丈夫大丈夫。帰りは東京駅まで走ろっか。ピキッ冗談だってば。それにしてもルビーちゃん、よく他校のイベントなんか知ってたね。お姉ちゃんがかなたさんから聞いたみたい。とっておきのお菓子を作るからよかったら来てねって。とっておきか、これはますます楽しみ。なんか虹ヶ崎のライフデザイン学科ってすごいらしいよね。そう、卒業生に何人も有名なパティシエやシェフがいるみたいで。そんなところの特待生が作るとっておきのお菓子か。
いやでも期待しちゃうよね。うん、ルビーもどんな素敵なお菓子があるのか楽しみ。おと、こんなところで話し込んでる場合じゃないよ、ルビーちゃん。へっ、お菓子争奪戦に負けは許されん。争奪戦、いざ。こんなに人がいるなんて想像してなかった。もしかして有名なイベントなのかな。未来のパティシエが作るスイーツを食べられるって一部では有名らしいわね。これまでも定期的に開催されているけど、その都度超満員だそうよ。もっとも、私もそれを知ったのは昨日だけどね。虹ヶ崎学園のホームページで偶然目にして、その後調べた程度だから、これ以上の情報はないわ。十分だよ。それ以上は自分の目と舌で確かめたらいいや。そうね、せっかく来たんですもの。余計な先入観はなしで楽しませてもらいましょう。それにしても他校のホームページなんてどうして見たん？虹ヶ崎学園ってね、規模の大きさもさることながら、様々な取り組みでライフデザイン学科みたいな専門学科をはじめ、部活動でも華々しい成果を上げている素晴らしい学校なのよ。在学している生徒の意識も高く、父兄の受けもいい。当然周囲の反応も悪くはない。学校としては理想的なモデルケースの一つよね。音の木坂でも何か参考にできることはないかと思ったのよ。休みの日まで真面目やね。でもそこがエリチのいいところでもあるんやけど。あれ、誰かしら。せつの？もしもし、どうしたの？突然すみません。実は今日虹ヶ崎でライフデザイン学科によるスイーツ発表会が行われているんです。それなら知っているわ。そうなのですか？それなら話は早いです。そのイベントに私も参加しているので、よろしければいらっしゃいませんか？とっておきのお菓子をプレゼントします。待って、刹那ライフデザイン学科じゃなかったわよね。はい、私は普通科ですが、欠席になったカナタさんの代わりに急遽参加することになったんです。え、カナタに何かあったの？妹のハルカさんが風邪をひいてしまって、付き添いで看病をしたいとのことで、私が代役を申し出たんです。なるほど、妹さん心配ね。だけどあなたも急に引き受けたりして大丈夫なの？はい、レシピも材料もカナタさんが事前に揃えてくれていますから問題ありません。カナタさんには材料は無駄になってもいい、むしろ無駄でいいとなぜか止められましたが、食べ物を無駄にしていいわけがありませんからね。え、カナタに止められたの？きっとハルカさんのことが心配で慌ててしまっていたんですね。とにかくそういうことですので、家庭科室でお待ちしています。あ、ちょっと。せつなちゃん、なんて？嫌な予感がするわ。帰りましょう、のぞみ。なんで？電話から察するに誘われたんだよね。そうだけど。じゃあいいやん、行こう行こう。いや、私は本当にいいから。エリチご案内。いやー、ほらほら、家庭科室はこっちって案内が出てるやん、行こう行こう。いや、そんなに急ぐ必要もないんじゃない？
どうしたの？お腹が空いていないのよ。持ち帰りにしてもらえば？それはそうだけど。何か気が進まない理由でもあるん？気が進まないというか、実は。エリさん、のぞみさん。ルビーちゃん、カナンちゃん、こんなところで会うなんて奇遇やね。もしかして二人もスイーツ発表会が目的？やっぱりすごく有名なんだ。うん、エリチと今から行くとこ。二人も同じ？スイーツ好きなん？はい、大好きです。それに今回はガナタちゃんも発表会に参加してるみたいだし、応援を兼ねて。え？カナタなら家の事情で今回参加しないらしいわよ。え、そうなんですか？でも、せつなちゃんが代わりに参加してるって。そうなんだ。へえ、せつなちゃんってお菓子とか作れるんだね。それじゃあ、みんなで応援しに行きましょう。うちもそう言ってるんやけど、エリチが行きたがらないんだ。別に行きたくないと言っているわけじゃないのよ。ただなんとなく嫌な予感がして気が進まないというか。何がそんなに気になってるのか知らないけど、そういうことならうちが占ってあげる。のぞみちゃん、タロットとか持ち歩いてるんだ。で、結果は？吊るし人。それっていい結果なんですか？吊るすってあまりいいイメージじゃないよね。うちも不安になってきた。引き返すなら今よ。でもでも、この日を楽しみにしてきたし、わざわざ沼津から来たし、お姉ちゃんにお土産も持って帰りたいし。大丈夫です、ルビー、行きます。占いでいい結果が出なかったみたいだけど、気にすることないんじゃない？当たるもはっけ、当たるのもはっけって言うでしょ。これだけ注目されているイベントに参加するんですから、きっとせつなさんには自信があるんですよ。そうかしら。私はそう思うけど、それともこのまま適当に校内を見て帰るだけにするの？もったいなくない？まあ、ここまで来て挨拶もしないで帰るのはちょっとね。なら行こっか。そうね、いつまでもここでこうしているわけにもいかないわね。わかったわ、行きましょう。あ、みんな来てくれたの？さんから美味しいスイーツを食べさせてあげるって連絡があって喜んできました。でもカナタちゃんは家庭の事情で欠席だってさっき聞いたところなの。そういえばさっきエリさんに電話したって言ってたっけ？ええ、実は今日はもともと虹ヶ崎の見学に行くつもりで、刹那から電話が来た時にはもうここにいたのよ。そうだったんですか。かなちゃんの代わりにせつなちゃんが参加してるんでしょ？はい、私も一緒に参加してお手伝いしてるんですよ。それで調子はどうなの？悪くないですよ。見た目はちょっとあれですけど、かなたさんのレシピですから味は悪くないって評判いいんです。そうなの？ほら、やっぱり心配しすぎだって。ぜひ楽しんでいってくださいね。うん、そうするね。楽しみです。すごい人だかりやね。どこも行列ができてる。せつなちゃんたちのところも
結構並んでるみたいだね。ええ、すぐなくなっちゃうんです。あ、今新しいのを作りますからちょっと待っててくださいね。わあ、出来たてを食べられるんだ。手伝いって聞いてたけど大丈夫そうやね。そうよね。私は何を心配していたのかしら。早く食べたいな。もうちょっと待っててね。あ、せつなちゃん、応援に来たよ。わあ、来てくれたんですね。ありがとうございます。なかなかの盛況ぶりやね。はい、あゆむさんにお手伝いをお願いして正解でした。私一人ではとても回せなかったと思います。そう考えるとこれまで一人でこなしていたかなたさんの凄さがわかります。さすが特待生ですよね。学科の違う二人で代役をやっているんでしょ。十分検討しているわ。ルビーもそう思います。スイーツを食べた人みんな笑顔だもん。そうやね。下の肥えた人もいるだろうに満足させてるなんてすごいね、せつなちゃん。かなたさんのレシピとあゆむさんのおかげですよ。私一人ではとてもとても。そんなこと言って自信があるから参加したんでしょ。いいえ、自信は少しもありませんでしたよ。それなのに代役を？かなたさんが今日のためにどれだけ頑張ってきたか見ていましたから。せっかく一生懸命頑張って完成させたレシピがお披露目されないなんて自分のことのように寂しく感じてしまって、私が何とかしなくてはという使命感のようなものを勝手に感じてしまったんです。虹楽もみんな仲がいいんやね。同じ同好会の仲間ですから。それに頑張っている人は応援したくなるじゃないですか。うん、わかるよその気持ち。あ、私ったらつい話し込んでしまって。どうぞこちら召し上がってください。ありがとう。あれ、なんかあゆむちゃんが作っていたものと見た目がだいぶ違うような。さあ遠慮せずどうぞ。え、ルビーでいいんですか？はい、こちらはさっき作りたての私の自信作です。それじゃあいただきます。あん、お味はどうですか？ルビーちゃん？え、ルビーさん？あ、せつなちゃん、そのケーキ、どこから？え、何が起こったの？していた分が足りなくなりそうだったので、あゆむさんの休憩中に作ったんです。かなたさんのレシピにアレンジを加えたスペシャル切なケーキですよ。大好きな気持ちをいっぱい詰め込んだ特別製なんです。すごく上手に表現できたと思うんですけど。表現とは。ルビーちゃん、大丈夫？あまり、大丈夫じゃないです。顔面蒼白やね。何か問題がありましたか？あ、せつなちゃん、お客さん並んできちゃってるよ。そっちのスイーツを出してもらえるかな？はい。
わかりました。みんなごめん。まさかせつなちゃんがスイーツを一人だけで作っちゃうとは思ってなくて。ねえ、あゆむ、まさか。せつなちゃんって、なんというか、お料理に対しては独創的なセンスを持っていて。独創的？その、発想が自由というか、レシピにとらわれない姿勢というか。確かに、見た目も、なんというか、個性的というか、アーティスティックだったわね。でも、他のお客さんに出してるケーキは好評みたいやん。だから、そこまで苦手ってこともないんじゃない？それは、その、実は、せつなちゃんには内緒で、私が味だけは手を加えていまして。そうだったんだ。お疲れ様だったね、あゆむちゃん。まあ、せつなちゃんスペシャルはあれ一個しかないみたいだし、安心しなよ。ルビーちゃんの尊い犠牲で、我々は災難を免れた。尊い犠牲って言わないで！ごめんね、ルビーちゃん。こっちのはお客さんに出してるやつだから美味しいと思うよ。明らかにさっきのとは別物やね。いただきます。ええ、とても美味しそうだわ。いただきます。ルビーちゃん、ほっぺた落ちちゃいそうなくらい美味しいです。ああ、みんな素敵な笑顔ですね。張り切って作った甲斐があります。なんだ、さっきの占いは吊るしびたのいい方の意味だったみたいだね。みんなのために尽くそうと思う気持ちがいい結果や状況を作り出すこと、あれは歩夢ちゃんのことだったんだね。